ジパングは、川口か維による日本の漫画作品。2000年から2009年49号にかけて、講談社のモーニングにて連載された。2009年5月時点で、累計発行部数は1500万部を記録している。2002年には、第26回講談社漫画賞一般部門を受賞。また2004年10月7日から漫画を原作とした、 テレビアニメが TBS 他で放送開始されたが、全26話漫画のストーリー途中で放送を終了した。2012年12月には同じくモーニングでジパング真相会流が連載開始したが、この作品は平家と源氏の戦いを描く作品であり、本作と直接的な関わりはない。2018年8月より、毎月第2.4水曜日に、 講談社プラチナコミックスからアンコール刊行された。西暦 200X 年の6月。日米新害ドラインの下での海外派遣により、エクアドルへ向かう、海上自衛隊の自衛艦隊のイージス艦未来は、ミッドウェイ沖合で突如嵐に巻き込まれ落雷を受ける。その直後から、レーダーからの量艦喪失、送受信機の故障ではない衛星通信の普通。 突如の降雪という不可思議な現象に直面する。そして、戦艦山と以下第二本帝国海軍連合艦隊に遭遇したことにより、ミッドウェイ海戦直前の1942年6月4日の太平洋上にタイムスリップしたことが判明する。異常事態の中、未来副長、角松洋介は、撃墜され水没しつつある霊式水上観測機の 鉱石から自ら救助した帝国海軍通信参謀総家宅解消さに未来世界の情報を公開したことから未来は徐々に変化していく歴史の流れに巻き込まれていく。より引用劇中登場する未来及び雪並型は架空のイージス艦である。シリーズ連載前、まだ艦名や完成予想図が発表されておらず、7700トン型。 イージス護衛艦と呼ばれていたゲンヤータゴ型護衛艦を川口かいが想像して描いたものである。デザイン的には実在する海上自衛隊のイージス艦混合型護衛艦を元にラファイエット級フリゲートの内科定格の庫と村雨型護衛艦のヘリ運用施設を継ぎ合わせ若干のアレンジを加えてデザインされた。このため基準排水量以外の艦姿は実在の ゲンタゴ型護衛艦とはかなり異なる。また実在するゲンタゴ型、マヤ型護衛艦などと比べても極めて速いペースで2002年には4番艦まで建造されている。1番艦 DDH-180 ユキナミは本型中唯一艦名が高波型護衛艦準拠の解消名となっている。原作には第一護衛隊軍機艦として登場するがアニメには セリフ上で名前しか登場しない。2番艦 DDH-181 アスカは、現実のイージス護衛艦と同様参学名を、命名基準としている。これは、ユキナミとアスカの収益機関の間に、名称基準訓令が改正されたためである。史実では、旧帝国海軍の砲艦、アスカ、現海上自衛隊試験艦アスカに採用されている、艦名である。 原作コミックには姿が登場しないが、アニメでは第1話冒頭で、米海軍空母戦闘軍との共同演習に、メ型護衛艦3隻と共に参加している様子が見られる。3番艦 DD、DDH-182 未来が本作品で描かれている。史実では、原子力船、ツを改装した海洋地球研究船に採用されている船名である。 物語中盤までは何度か損傷修理を経ながらも海上自衛隊護衛艦の姿をしていたが、インド洋作戦の前に予備塗料が尽きたことと日本海軍に組み込まれたことにより182という自衛艦ナンバーを塗りつぶし、より暗い色合いの日本海軍軍艦色の艦隊塗装となり、以降マリアナ沖での撃沈までこの姿であった。劇中にはこのか未来の領艦の 新鋭イージス艦として、はるかが登場するが、同型の雪並型4番艦、DDH-183 となるか、後継型であるかは明らかにされていない。最終回の新紙において、日本国防海軍、雪並型イージス艦として誕生した、新しい未来は、寸法が全体に一回り大型化しており、全長188メートル、全幅24メートル、 基準排水量12000トンとなっているが、官営そのものは、史実のアタゴ型護衛官と非常によく似たものとなっている。なお、国防軍、国防海軍という名は、軍隊を名乗れないなど様々な制約が課せられた現、海上自衛隊総隊以前、吉田栄三原大佐等が構想していた海軍再建計画における新海軍の名称である。右表の 雪並型書源は一部を除いて、単行本二巻間,間末に掲載されていたものである。79式射撃式装置2型 22A81、式射撃式装置2型 31SMRIM-7FC スパローに統一原作にあった、バウスラスターの廃止、別冊宝島ジパングパーフェクトブックにおいて、ジパングは、全2部で構成されているとも聞いたんですが、 という編集部からの問いに対し、川口は、とコメントしている。また、コミックス第25巻、P76 にて、主人公門松は、未来について、本館は、未来の日本が保有する最初の軍艦となるのだ、と宣言する。しかし、結局、戦後編はコミックス最終43巻の、第417話最終422話、 わずか6話という駆け足でなぞられるのみで終了。未来も、また、戦後編の展開を待たずして撃沈され、未来の日本が保有する最初の軍艦にはなれずに、終わった。TBS 制作シーンやアニメとしては、アニマックスも制作参加していた、唯一の例である。ただし TBS 制作、放送のシーンやアニメ作品としては珍しく BS、TBS での放送が未だにない。 また、JNN 機関局のうち CBC テレビでも、ミネットである。2008年1月17日、インターネットポータルサイトビッグローブにて、ネット配信が開始された。漫画版とは一部のシーンストーリーが変更になっている。また、海上自衛隊の現職自衛官が制作に、携わっているため、不自然な場面や自衛官、自衛隊を、軍人、軍隊と称するセリフはアニメでは、 カット、修正されている。さらにアフリコにも、現職自衛官が立ち合い、セリフなどの不具合を修正した。また、原作のような激しい人体切断や、流血描写はほぼカットされている。連載終盤の2009年5月、作者骨折により救済したが、2009年26号より、連載が再開され、以後は完結まで、継続掲載。 川口海事市右腕骨折で、ジパング救済、日刊スポーツ、2020年9月23日閲覧。ネーム上では、具体的日付が伏せられているが、未来館内のカレンダーの日付を覆うことで、出航日が2004年6月2日水曜日であることが、わかると、別冊宝島、ジパングパーフェクトブックが指摘している。 単行本一巻92ページから2002年2月に閉園した横浜ドリームランドの存在の描写があるため2000年または2001年と設定している可能性もあるちなみにラルフ・マッカーシーワケのバイリンガル版ではディズニーランドとしている劇中内のエンジン部は明らかに T700 より小さい実際には海鳥の最高速度時速 450km に 対して二式水上戦闘機は時速4 2 0トルと遅く、さらに重いフロートのため上昇力が劣ることから、水面にいた二式戦闘機が高度のある海鳥を追い抜いて上型から銃撃することは困難である。これは川口の前作、沈黙の艦隊で艦姿が未発表だったシールフ級原子力潜水艦の想像図として原子力潜水艦ヤマトや アレキサンダー、キングが描かれた例と同様となる。ハットアタゴ型、マヤ型が合わせて4隻揃うのは2021年予定である。旧未来は近隣諸国への配慮により満載排水量であっても1万トンを超えないようにする制限が厳明されていた。海上自衛隊では旧型護衛艦から導入されている1セル4発、装填型。劇中では 方針冷却装置がなくなり、射程距離及び、連射速度はオリジナルに比べ性能値は免れないとの描写がある。太平洋戦争研究会2005-185校。この誤った単語は、川口かいの前作、沈黙の艦隊の海上自衛隊登場シーンでも使われており、さらにその、沈黙の艦隊のアニメ化を手掛けたサンライズが、後年制作する TV アニメ。 機動戦士、ガンダムシードで日本をモデルにした、各国海軍が登場するシーンでも使われている。その後、川口海事の新作、空母息吹では正しく、護衛隊軍となっている。別冊宝島、ジパングパーフェクトブックの解説による。海軍機が緑に塗装されることがあったのは、対戦末期で、劇中の時期は灰色に塗装されていた。ただ、 おぐりや角松のセリフや幹部候補生学校が舞台で、あることなどから、改伝、姿勢にもとる中にしかを元にしていると思われる。しかも途中でそのまま眠る。なお、4話該当シーンの直前、柳が、に酸化炭素を排出していたとするシーンがあるが、原作から修正されていない誤りである。第21話でも CIC にいる。米軍の正式拳銃、ただし、 実際のシースパローは、古艦防衛用のミサイルで、対艦ミサイルや航空機迎撃が主任務であり、弾道ミサイル防衛には対応していない。また通常イージス艦の対空ミサイルは、スタンダードのみで、シースパローは積まれていない。原作4巻118ページ参照原作4巻121ページ、参照当時の魚雷は、対艦兵器であり、魚雷が爆雷に変わる。 対戦兵器として使われるようになるのは戦後の話である。実在のハープーの射程は60マイル強なので完全に射程距離圏外である。ありがとうございます。